よね。ちっちゃくて可愛い。子供じゃないよ。もうバカにして。可愛い。はい、稲見さんもありがとうございました。どうぞ。ごめんね稲見さん、こんなところでどうしたんですか。あの落ち着いてください。そのまま行くとちょっとした惨事に。ごめんね、買ってきてもらっちゃって。いえ、ついでですから。バイト先までだったら人気のない道知ってるし、帰り道は人のいない暗がり選んでるから大丈夫。帰りましょうか。途中まで送ります。いいよそんなの。じゃあ手でもつなぎましょうか。持っててよかったです。まさか本当に掴むとは。カズエ姉さん、今帰り？ああ。その子は？バイト先の人。どういう関係？こんばんは、稲見真昼です。ああ、どうもご丁寧に。はじめまして、ソータの姉のカズエです。高梨くんのお姉さん、大きいな。こちらこそいつも襲わせていただいてます。おっそ、ああ、すみません、ごめんなさい、間違えました。その、本当に襲ったりは。すいません、襲ってます。稲見さん、ちょっと黙って。ソータ、ちょっと不純異性行為をさせるためにバイト許したんじゃないぞ。ソータ、男だとつい殴っちゃうんだよ、男性恐怖症で。そういう意味の襲うか。ならいいや。ならいいの。なんか家でも大変そう。ごめんね高梨くん。